貿易などに関する新ただ、会談後安倍総理が TPP が日米両国にとって最善だと考えていると述べたのに対しトランプ大統領は2国間の FTA= 自由貿易協定を念頭に2国間協議が望ましいと述べ日米の隔たりが改めて浮き彫りになりました。 さらにトランプ大統領はアルミニウムや鉄鋼への追加関税について新たな協定ができれば除外できるかもしれないと述べるにとどめ現時点で日本を除外する考えはないとしています。